いいですよ。あ、素晴らしい。これで。素晴らしい。あ、すごい見てくれてる。ありがとうございます。もうね、YouTube で動画がある
ラジオ体操第一。腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から。はい。
Hi!
じで。いいんじゃないですか。時計なので一度時計の針を作ったら、はい、今度手が逆になるところまで回す。1、2、3、4。気をつけ。ポン。はい。これができれば大丈夫。これができればもう完璧だもんね。もうできたもんね。今日は終わったもん、どうですね。終わったもんね。優秀。じゃあ行きたいところから返しましょうか。行きます。せーの、ワン。一台と公式ご用意。チクタク時計を止めて、広げて心に傘を。ハロー、ハローと。どうですか。お子様方もどうですか。ちょっと足取られちゃってるけど、よかったらこの後やってみてね。手がハートになってるので、そうです、こんな感じで動かしてください。はい、そしたら、はい、じゃあ2番の振り付けもおさらいしてみましょう。やばい、ちょっと耳ピンクなんだよ、うちが。じゃあ今前列の方一度交代しましょう。そうですね、はい。お水飲んだりします？大丈夫ですか？結構暑いよ、ね、一回お水飲みます？ね、そうしましょう。胸を叩いちゃいます。胸叩きましょうか。パパ行っちゃうか。パパ行きましょうか。
では行きましょうか。わかります、どこのところか。フィナのソロの後ですね。そうです、キンちゃんをやった後に、はい、こんな風に胸を2回叩きます。叩いて、胸2回叩く。そうそうそう、いいよ、いい感じだよ。そしたら、はい、重ねる、はい、そのまま胸の前で1回回します。これをつなげると胸を叩く。命の音、2秒先の未来へと過去を振り戻して、そうさ、そう。いいね、いいね。子供の笑い声が聞こえるなんて平和じゃない？最高だよ。はい、感謝ありがとうございます。そうそうそう、過去を振りほどいて、振りほどいたらちょっとダメな気もするけど、細かいことはね、そうそうそう、行きましょう。じゃあもう一回胸を叩くから行きましょうか。いや、子供に持ってかれるね。この回は子供に持ってかれる。うの字書いておいてね。では行きましょう。せーの、命の音、2秒先の未来へと過去を振りほどいて、その先へと。イエーイ、あ、ゆめき先生、ここの振りほどいた後はそっと戻すでいいんですよね。あ、そうです、にゃーにゃーにゃしーとかがあった後はそのまま下ろしてください。ね、そう。天然しなさい、ゆっくり。できた、できた。できた、できた。みんなできた？じゃあ、ちょっともうちょっと時間があるから、さっき1回目の時に説明できなかったところ。OK。そう。息を気分は上々。息を上々。見上げた空にブルースカイ。うん。は、パンチをしてるのと、サイドステップをやっているのと、手拍子をしてるだけです。なんら恥ずかしいことはございません、ね、はい、じゃあそこだけ簡単にやってみましょうか。はい、はい、いやもういけないかな。かな。よし、じゃあせーの、気分は上々、もう一回、息もよーよー、見上げた空にブルースカイ、明日はどう、
してるわ。ごめんごめん、行こう行こう。せーの、オン。光さんさん空に夕雲すごい。Yeah.
けれど、ね、じゃあ一回前後変わって、お水飲みたい方いらっしゃったらぜひ、結構暑くてムシムシしてるので無理しないでください。じゃあお水、ふにゃ、汁欲しい？汁いる？汁いる？いらない。みなし、何食べた？お汁まだ食べてない？あ、大丈夫。もうね、ロックたち言うのは食べあさりに行くっていうことをすでに心に決めてね。そう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 。だからすでにある意味ご飯を抜いている状態。もう完全なる空腹で、そう行こうっていうのをすでに計画しておりまして、はい。なのでここでさらにギュッと絞って空腹をね。じゃあ皆様ご準備よろしくて。カメラを置ける方は置いて盛り上がっていきたいと思います。それでは参ります。ニャッシーボンボヤージュ本番です。よし、よっしゃ、行きましょう。Thank you.
食べてもらったよ。ありがとうございます。先生も大喜び。イエーイ、やりました。皆さんありがとうございます。では皆さん踊り切ったでしょう。水分補給をされてください。暑いね。暑いよね。楽しい。暑いね。さあということで、ふにゃしフレンズダメ？ダメ。よいしょ。何だろうね。ということで、ふにゃしフレンズカルフェ、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。もう皆さん3回も通ってくれてありがとうございます。今日は偉い人も見に来てくれてました。きっと何かが起こる。あ、待って、次のイベントは、ちょっと待って待って待って、違う、それはちゃうで。次のイベントはふにゃの代わりできるね。手を抜くな、手を抜くな、ここは手を抜くな。そういう時は熱望よくロックアップしてやります。ね、いいですね、このペンはね。最高ですね。はい。あ、ふにゃがまたなんか一言物申す感じですか。ふにゃ字書くのうまいな。そう、時折饒舌。本当無口だけど饒舌だからね。なんて書いているの？はいはい。なんだって？もうパルフェ終わっちゃう。だってもうパルフェ終わっちゃう。先生。踊れるよね。めっちゃレジから目そらして。
出てこしす。次からはぜひ一緒に踊っていただきたい。もちろんここにいらっしゃる皆さんもフレンズですけれど、ふなっしーランドの皆さんもフレンズってことですよね。まずおがてんの、あ、そうね、おがてんまず着手。最初からお願いします。7時からここをお願いします。モッサン、3回コース山本ちゃん、踊ろうかな。個人です。おI'm sorry.
みんなを応援するために我々僭越ながらエールをお願いします。皆さんにエールを送ります。それではゆめき先生、はい、お願いします。はい、お友達はそこ座って見ててね。見ててくれる？遊んじゃってた。遊んでた、こんな野郎。キャラクターがこうやって呼ぶなんてなかなかないぞ。愛らしかったわよ。あ、本当？かわいいね。かわいいよね。そうじゃあ、せっかくなんでやっちゃいますか。もちろん皆さんは手拍子とか覚えてますよね。はい、3番から拍子ですよ。それではあれ、拍子Thank you.
ピーチングを頑張ってくれたゆめきに大きな拍手を。そしてステージを美味しいところ持ってってくれました大先生にも拍手を。あ、皆様 SNS ご配慮だけお願いします。大人の事情ですがね。引き続き、何卒、この後もね、白川とかあるでしょ、きっと羽生も出たいでしょ、たけちゃんが踊れてるかチェックも必要でしょ、ね、あと、モッサンが踊れてるか、おばたが踊れてるか、この辺もね、確認しなきゃいけないということで、まだまだ国は本続きますが、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。分からなくなってきました。すいません、はい、はいじゃない。しかもロックに手振られてなかったわ。ごめん、自意識過剰だった。ありがとう。ということで、これにて本日1日4回ステージ頑張らせていただきました。本当に皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。いっぱいいた。ありがとうございます。本当にね、こんなに4回1日ね、あの貴重なお時間を頂戴しまして、こんなにねいていただけるっていうのは、なんて幸せの猫なの。あなたは本当にね、日頃から感謝しないとねいけないですね。でもね、我々に返せるのはこういうステージでしか返せませんので、何卒皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。これにてステージは終わりにしたいと思うのですが、やっぱりやりましょう、お写真。じゃあさっきと一緒でステージ上に上がってもらいましょうか。上がりましょう。抱えてる、抱えてるね。じゃあみなちゃん、さっきみたいに一番前かも。そうだね、ふには一番前にしようかな。先生を今日8時に。
回も。レジからちょうどここ今ロップさんまで全員皆さん入ってます。行きましょう。はい、ニャッシ。はい、ありがとうございます中。どうぞご準備はよろしいですか皆さん。では両手を出していただいていきますよ。先に食べちゃったの。お昼だったんだよね。もう一回やって。そうそう。ポポン
てたよね。出てたね。ありがとう。じゃあそろそろ帰りますか。我々も。はい、皆さんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。一度のお友達もありがとうね。ありがとう。はい。そうそう、ね。まあだっていい時間だからね。そうそうそう、夕飯の時間ですからね。皆さんもちゃんとご飯食べて帰るんだよ。はい、お家に帰るまでがふにゃっしーフレンズです。よくありがちなコメントですが、はい。はい、気をつけて帰ってくださいね。はい。よし、じゃあフニャが帰らないとロックたちは帰れ。じゃあ主役がね、そこ帰るの？そうね、そっちから帰ろうね。バイバーイ。またご来場お待ちしており、あのフレッシーランドはいつもやりますからね。ありがとうございました。落とし物、お忘れ物はないようにご注意ください。スマートフォンの音に違いが入っております。どうぞお気をつけください。ありがとうございます。あ、お写真ね。ほぼなくてもしまった。ありがとうございます。ちょっと営業チックになりつつあるっていうね。多分ね、リンゴの箱とかに載せたら結構期待されます。そうそう、地方営業とかね。ドサバ終わりは得意。マリさんも入らないの。はい、何でしょう。はい、はい、お邪魔いたします。はい、宣伝さんならないよ。はい、いいよ。はい、いや、すごい。大丈夫かな。ハハハハ。
ですか。あ、いえいえ、はい、はい、え、あ、ギボン忘れちゃった。ハロウィンの方が見ちゃったらしい。Thank you.
めてくる。